私はね、最近青クマ、青クマがすごくてめっちゃこうやってなってる。青クマ、黒クマ、クマさんはすごいのでありがとうございます。たくさん来ていただいて、おはようございます。おはよう。今日ねあんま寝れんかった今日あんま寝れんかった、ちょっと最悪。まあいいや。わ、アイスありがとね。今日多分最後の配信かな、おそらく。今日はねちょっとね急ぎで行かないといけないので。え、そうなんですよね。今日眠、今日あんま寝れてへんからさ、ちょっと焦ってる私、どうしようって。まあ仕方ないよねって。まあ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 、なんか私は同期のナナが今日初日やから、なんか夜公演を見ようって思ってたんですけど、なんかめっちゃなんか母性かなんか知らないんですけど、なんかすごくナナの初日の初めての公演をどうしても見たくて、なんか起きちゃって寝なあかんのにごちゃがあるから起きちゃって、それからずっと起きてる。そう、ナナには夜公演見るなって言ったんですけど、母性の、え、分からへん、なんかもう可愛い、好きで、で見ちゃった。そう、寝なあかんのに、あ、つけすぎた、寝なあかんのに、昼配信、昼ちゃうわ、昼公演をどうしても見たくて。親心じゃないかも、間違えたね、違うね全然。でも同期のね本公演をなんかどうしても見たくて DMM で見てた。じゃあ寝れなくなっちゃって起きましたねそう、でもマジで私も本当にもう出るまでやめないからマジで待っててほしい。うん、寝ない、大丈夫、寝たことないから、ありがとう、マジで待っててほしいです。なんか遅すぎるからもうももちゃん嫌いとかならんとってほしいほんまに。あ、ありがとね、アイス、いちごのアイス、ありがとう、優しい、待っててね。そう、ほんとダンスが苦手だからね私、どうしたらいいわけか。ありがとう、優しい。なんかね、ダンスが苦手って言っておきながら頑張ってんだよね私、めっちゃ。でもね、頑張りが足りてないんだよね、おそらく。だから待っててね、頑張るから。やっほー、待って、強くしすぎたブラシいった。
やばいやばいやばい、え、ん、あれ、待って、え、待ってないんだけど、は、え、え、嘘やん、え、嘘やん、え、待って待って待って、なんでなくしましたね、あのスポンジ、もう一つの結構気に入ってるスポンジがない、え、ありました、ありましたわ、このスポンジがないと私の肌が仕上がらない、おはよう。なんか恋愛映画のセリフみたいなこと言っとる人おんねんけど、なかったことにしてその一言だけ投げ捨てたら私は綺麗に消せるの、何のセリフそれ。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、こんにちは、やっほー、みんな元気、私は超元気だよ、あ、めっちゃフォローしてくれてる、ありがとう、してくれて嬉しいです、待って、やばい、え、待って、ちょっと何回使った、え、何回やろう、でも結構私洗ってる、あ、でも最近、あ、え、でも最近だって洗ってない、あちょっと洗ってないかもしれん、もしかしたら、ありがとうございます、アイス、こんにちは、え、いつ洗ったっけ、でもこの間洗って、そう洗って、そう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 、洗って使います、あの捨てたりはしない、私もったいないから、だってスポンジでさ800円とかするやつをさ捨ててたらめっちゃもったいなくない、私そんなもったいなくてできへんわ、こんにちは、ごめんね、すっぴんで、私ジルスチュアートの、そうそうそう、でもさすがになんか古くなってきたらほかすけど、なんかそんなにすぐにほかしたりはせんかも、アイスありがとう待って、唇の色がない、塗らないと塗らないと、唇で本当に印象って人変わるからね、やってたよ、あー、あ、できる、今日できる、今日できるよ、ラジオトーク、私あのごちゃ割りラジオトークできるよ、まりちゃんまりちゃん、まりちゃんラジオトークできるよ、今日やった、今日はできるよ、今日は急がない日だから、今日できるよ、まりちゃん、嬉しい、まりちゃんがそうやって、まりちゃんできるよ、
え、とんでもないです、そんな全然全然ですよ。うん、まりちゃんとしますね。じゃあちょっとね、急に予定ができたらごめんなさい、できひんかもしれんけど、今のとこできるそう、今のとこできます。え、めっちゃ喜んでくれる。そんなそんなあれですか、嬉しい、そんな喜んでくれて。どんな話してほしい、まりちゃんとももかの。めっちゃみんな来てくれる。やっほー。マジちゃんとハッピーセット。何ハッピーセットって何？何マリちゃんハッピーセット？恋バナね、私も恋バナしたいけどもう結構ある程度恋バナしたからな。何恋バナ聞きたいですか？歌えるよ。Oh my god。今はじ、え、あ、そうやん。今日さ、そう、ハッピーセット頼むかめっちゃ迷って。確かに確かに。ハッピーセットの話したいね。フォローありがとう。え、めっちゃフォローしてくださる。ありがとうございます。すいません、なんかこんなドスッピンで。リカちゃんもやってないで、今日見たらやってなかった。今日夜配信ないわ。今日はもうこれで終わり。ちょっと今日はバタバタ目かも。今日はもうこれで終わり。髪型これどうなってる、なんで私この前宿毛矯正やってたの、なんでこんななんかさ、なんかちょっと縦長になんかなってるなんでこんな縦長なん、意味わからんねんけど、なんでこんななんかじゃがいもみたいなえ、なんでこの枠、うーん、公演始まるまでなんでこんなじゃがいもみたいな輪郭なってる、え、おかしくないだって、え、私ってこんな顔やったっけ、うん、なんかやだ、なんかやだ、え、これなんか髪型で結構なんか、え、マジでやだ、なんかごめんなさい、なんかじゃがいもみたいな、え、なめっちゃ輪郭がじゃがいもみたいになってる、なにこれ、はしかも、いや絶対違う絶対違う、前までこんなん違うかったの、今日の顔がなんかじゃ、え、
も伸ばしちゃったか、宿毛矯正で。ガチか、ちょっと困ってまうわそんな。こんにちは。あっちありがとう。骨格変わったのあれなんか私顔こんなんやったっけあれ私の顔ってこんなんでしたっけ。え、そうだよ、昨日ラブラのホームページ、そう、え、ありがとう、なんか知ってくれて、昨日も来てくれてありがとう、今日も来てくれて、顔伸びてます、聞いてませんか、聞いてませんか。え、なんかちょっと顔伸びてるって、ちょっと私、え、ちょっと、え、え、え、ってなっちゃう。え、嘘ってなるから聞きません。ちょっと待って、充電だけさして、なんか充電なくなりそう。さっきのあれが、よっよっよし、なんかメイクするのとせえへんのってなんでこんな顔違うくなるんやろな。あ、そっか、今日音楽の日か、そうやん、恋するフォーチュンクッキーやったっけ。奥村さん、音楽の授業得意でしたか。え、マジで得意でした。私なんかみんなが恥ずかしがって歌のテストをみんなの前で披露するってやつも、私は一切笑わずに超本気で歌い切って、あのめっちゃいい、あの通知表もらっためちゃくちゃいい通知表をもらいましたね私。うん、もうね、あれほどいい通知表はもう今までになかったんじゃないかなっていうぐらいのいい通知表をもらいました。ありがとうね、みんな。みんな今日お休み？ちょっと待ってな、今マジで真剣モード。このね、最近下に引くラインを超真剣にやってて、これが失敗したら私はとんでもない顔になっちゃうから、ちょっとこれだけ真剣にさせてほしい。お疲れ様、頑張ろうって入れたで。あ、そうや、言っとこう先に。多分明日は、ハローで言うと明日はな、多分な、私朝に配信して多分夜配信なしな気がする。ちょっとね、明日は結構バタバタしちゃうから無理な気がする。
はあ、夏の草原に銀河は高く舞う、胸に手を当てて風を感じる、君のぬくもりは宇宙が燃えていた。やっほー、ちょっと待って、ほんまに待ってほしい。全然コメント読まへんやんこの子って思うやろ。え、そうなんやな、ちょっとだけ待って。え、待って、うまいこと言った。見えへんな全然全然見えへんわ。でもうまいこと言ったオッケー、完璧できました。どうしよう、先に、うん、先にこんにちは、涙袋を描くわ。どんな野菜になりました、どういうこと。あ、そういうことか。どんな野菜になったやろ。ナスビとか、うわ、ミスったミスったミスった、最悪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 、あーねえ最悪。まあいいや、いや最悪だね、ちょっとミスったねえ、最悪、超泣いた、泣いました。何の話しよっかな。あ、そうや、あれってさ、おしゃべり会っていつからまた販売されるんですか。こんにちは、おしゃべり会っていつからなんやろ。もう来た、ありがとう、こんにちは。こんにちは、ありがとうね。なんのとマジで、うーん、なるほど、みんな来てください、ぜひ。私次はね月曜日に出るんかな、全然楽しみにしててね。なんか髪型を私変えたんですね先週から。めっちゃモチベ上がる、髪型変えるだけで。
私公演始まったらメールの返信をめっちゃ読む。今日はその日って決めてる。こんにちは。もう水曜日も出るんか、ありがたいことに。そうだそうだ、頭が痛いな。行こう、入ってないやつ。あ、でも無駄。あ、見て、買いました。あ、ありがとうございました。こんなもん、やっと買えた。でもこれピンク売ってなかった、めっちゃ泣いてる今。私ピンクが良かった。小玉をゲットした。眉毛描きます。ヤッホー、あ、フォローありがとうございます。すごいめっちゃフォローしてくれてる、ありがとうね。あか、花海峡に今何時、3時35分。あ、まだまだ時間ある。こんにちは。どうだろう、非対称じゃない、いつも眉毛私なんか。心の中を全部吐き出せたのかい。ヘアピン、こっちの子が好きなの。こっちも好き。キャラクターで世界一好きなのが私ミッフィーの。え、私本当になんか本当にこの世界で一番好きなキャラクターがこの子なんです。ミッフィーのお友達のボリスって言うんですけど、この子がもう本当に宇宙一大好き。もう超可愛くて、なんで
待って、なんでこの子が一番好きかって言ったらこれ、これさ、おばあちゃん、おばあちゃんが新潟に行くときにお守りとしてくれたんです、この子で。私今までミッフィーのキャラクターあんまり知らなかったんですけど、もうこの子に愛着がもう湧いてしまって、私もう本当にそう、だからモカは世界で一番好きなキャラクターになった。もう超可愛くない？もう愛着。しかもこの服見て、このなんかおばあちゃん家にある服みたいな、わかる？このなんかおばあちゃん家でなんかよく着る服みたいな、パジャマ着て、もう可愛い、もう愛おしくて仕方ない、この子が。そう、本当に好きなんです、ボリスちゃん。これ私のお友達。そう、覚えててくださいボリスちゃん、覚えてあげてくださいボリスちゃん。ほら、ありがとうございます。そう、かわいいやろ。こんばんは、あ、間違えた、こんにちは。リサ、超懐かしい、リサとガスパール。私めっちゃ絵本で読んでたわ、なんかあの世界観、なんて言ったらいいん、あの世界線じゃない、世界か、なんて言ったらいい、待って、ミスった。ミスったミスった。まあいいか、めっちゃ本好きやったの。私でもあれ好きやった本、何だっけ、なんか100階建ての家みたいな、え、ボリス、あ、そう、ボリスちゃん、あれか、そばかすが結構ついてる熊の子か。やばい、アイラインめっちゃ太く描きすぎた最悪、まあいっか。やばい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 、マジでアイライン描くの無理やわ。もうなんか、なんでさ、私さ、アイライン引いてるときこんないつもイライラしてるのもう無理、もうアイラインマジで無理。マジ嫌い、マジで嫌い、苦手、嫌いっていうよりか苦手、アイラインが。もう一回やる、
て。もう無理、もうやばい。配信しててよかった。逆に配信してなかったらめっちゃ怒ってる。これやばい、できない。一旦消す。なんでできないわけ。いつもできんじゃん。集中。もういっか、もういいよね。一回やってみるじゃん。いや一回か最後までやってみる。でそれでどうしてもアイラインがなんかダメな方に目立ってたらもう一回やり直す。でありがとう、みんな優しいね。優しい、もう優しすぎるよ。超優しい、みんなありがとう。なんか好きじゃない。多分まつげ上げたらうまいこといったように見えるね。全部、あ、まつげじゃあやろっかな。先に見て、こう新しく買った、めっちゃ可愛くない？チーク、やだな、なんか毛気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、やば、超気持ちいい、やばちょっと待ってください。これね、あ、分かるわけないよな、そんな。ちょっと気持ちよさを今日みんなに分かってほしいなって思ったんですけど、これやばい、ちょっと待って、めっちゃ気持ちいい。これもう置いておいて、まつげしとるか。分かるわけないよな、確かに。いやでもまつげ、いやまつげまだ家出へんからな。家出へんのにまつげあげてもまた家出る前に下がってそう。いやでもまつげどうしたらいい。さっきじゃあ涙袋します。はい、涙袋。いやでも涙袋も待ってね、いや涙袋もこれなんかもう変に触らん方がいい気がしてきた。一旦書いてみるか。いや、どうしよう。でも一旦書いてみるか。一回書いてみて、なんかさメイクしてたら、ももちゃんかわいい、ありがとう。なんかももちゃんかわいいじゃない。なんかメイクしてたらなんか絵が上手くなりそう。ってめっちゃ思う最近。なんかメイクしてたら絵上手くなりそうやなって。
できました、満足いきました、行ってないんですけども行ったで行ったにしますもういいや、できた、できました、もういい、もういいよ、もうできない、もうまつげあげます。なんかね、多分ね、もっと顔、あ、ダメダメダメ、はい、自分の顔を悪く言ったらダメ、そうだそうだ、悪く言っちゃダメ。じゃあチークを、できた、オッケーオッケー、ちょっと私しないといけないことを思い出してしまった、忘れていた、やばい、しないといけないことを思い出しました、思い出せてよかった、よし完成、完成じゃない、全然完成じゃなかった、こんにちは、うん、嬉しい、持って、ありがとう、アイスもありがとう、優しい、超優しくて感動しています、みんなが優しすぎて感動しています、私は今奥村さんがSTUさんに入ってる世界線も見てみたかったです。奥村さんがSTUさんに入ってたらどうなってたんでしょうね。わかる。たまに思います。私も NNB さんに入ったらどうなってたんだろうとか。ふとした瞬間にね、考えるときはありますね。どうなってたんでしょう。確かに。ね、多分いや、でもなんかどうなんでしょうね、でも NGT の4期生やからなんていうの、あのごちゃとかね、任せていただけたのかなって思うし、分からんね、どうなってたんでしょう。でもなんかどっちみち私はどこのグループに入ってても多分姫路は、姫路のことは多分めっちゃ広めてたと思ううん、どこのグループに入ったとしても私は姫路城がーとかずっと言ってたと思うそれはなんか自信を持ってますね。
多分地元はず地元のことをずっと話してたと思う。見て、ほらまつげ上がるか上がらんだけどほんまに変わってくる人生。うん、キャッチフレーズなんか一緒の気がする。でも私のキャッチフレーズなんかもう秒で考えてんだもんか。なんか最初は何だっけ、姫路城からどんぶらこ、多くの村からももちゃんだってなってた本当はね。でも桃花が提出する前にももちゃんだ、ももちゃんだってなってももちゃんだちょっと考え直そうってなって考えて桃が来たにした。特に深い意味はない。ずずずいた、あぶね。ずずずずずずきゃ最悪。そう、桃が来たになりました。ももちゃんだっていうなんか想像がつかんくて、ももちゃんだってなって、でその時考えてた時に誰がおったっけ、多分同期の家にいて選んでもらった、ももが来たかももちゃんのどっちがいいと思うみたいな。じゃあももが来たかなって言われて、だよね、じゃあそっちにしようって言って、ももちゃん、え、ありがとう。そう、ももか、前までももかって名前がマジでなんか嫌いっていうか、なんて言うんだ、なんて言うんでしょうか、なんかももちゃん、なんかもなんだってなんやろ、なんかももちゃんっていう呼ばれ方がなんか、ももちゃんってふわふわしてるイメージじゃないですか、なんかそう名前からして、なんかその時はめっちゃなんかふわふわしてるのが嫌だったんですよ自分が。今はもうふわふわしまくってるんですけど、そう、昔ね、めっちゃ自分の名前が嫌いだったけど今めっちゃ好き。もうももの助にするわ。うん、ももの助にしますね。ももの助に変更です。もう昨日ジェラピケのパジャマ乾きままやったのに買えへんかった、市長泣いてる。オッケー、タバ缶にしよっかな今日の。そう、ももちゃん、でもマジでももちゃんでよかったなって思う名前が。葵ちゃんやった可能性があったからね、私葵ちゃんやったらね、名前かぶってたから。聞いて、もう男の子やったら流星っていう、流星っていう名前やったらしい。え、うん、お父さんに聞いたら、こんにちは、名前来てありがとうございます、流星くんとなんちゃらなんちゃら太郎みたいな
そう、ももかが女の子だったらももかちゃんと葵ちゃんで、男の子だったら流星となんちゃら太郎みたいな、なんかちょっと渋めな名前でした。そう、もう一つが何やったっけ、なんちゃら郎みたいな、え、何やったっけ、何やった、見てるかなお母さん、何やったっけ、なんちゃら郎、何色やったっけ。そう、それをね聞いたお父さんから、え、何やったっけ、何、なんちゃらすけ、え、違う、何やったっけ、何色やったっけ、忘れちゃったけど、そう、そうやったって聞いた。え、なんちゃら太郎、何やったっけ、え、何やったっけ、え、何やったっけ、忘れちゃった。でもね、結構渋めの名前で、ももかの男の子なら流星くんかなんちゃらなんちゃらなんちゃら太郎くんだよみたいな感じ言われて、え、渋って言った記憶がある。めっちゃ覚えてる。え、桃太郎じゃない、何やったっけ、龍之介くん、え、ちゃ、何やったっけ、何やったっけ、見て、可愛くない、右目タバカン、え、何やったっけ、龍之介くんやったっけ。いや、なんかでもほんまにね、結構渋めなね名前でしたね。また聞いときます。うん、あ、マスカラ無理、ヘタッピ、できた。ありがとう、かわいいって。え、何やったっけ、龍之介くんやったっけ、なんかね、そんな感じの名前でした。あ、龍之介かも、え、違う、龍之介やったな、結構渋くないもんな、なんかね、私渋って言った記憶があんねんな、全然渋くないよね、龍之介くん。忘れちゃった、ももちゃん忘れちゃいましたわ。え、ありがとう、虹かけてくれて。確かに、何時まで、何時まで配信しようかな。あ、ごめん、今油取り紙しちゃった、ごめんなさい、もうこんな配信でそういうことじゃないんですけど、ごめんなさい、なんか無意識で油取り紙しちゃった、ごめん。どうしようかな、50分ぐらいにしようかな、ごめんなさい、油取り紙しちゃった、ごめんね。優しい、ありがとう。髪型どうしよっかな、下まつげ見える？見えんか、私ほんま息を吸うの忘れちゃうんですよ、メイクしてたら。
で最後にじゃ待ってノーズシャドウしてないじゃないか。シンクって言ってる。でも一応ならやっておきたい。よし、シャキン。ケイン。あ、待って。で、私は鼻の先にチークを入れるっていうなんかちょっとよくわからない行動をよくしてます。ちょっとね、なんかピエン顔になるんですよあのね、鼻先になんか何のニキビ、これ最悪、このニキビのせいでピエン顔が台無し。ピエン顔にしたかったのに、まあいっか。なんかニキビできた、ここに。最悪。こんにちは。まあもう何でもいいですわ。そう、ピエン顔にできませんでした。できた。はい、というわけで最後に グロスを塗って完成。完成しました。できました。無事に。ここのグロスのリップ大好き。カーチありがとう。完成しました。今からアイロンタイム。夏日完成。やかましい、やかましいです。あ、線抜いちゃった。アイロンをします。熱っ、めっちゃ熱いかも、めっちゃ熱いかも、熱いかも。あんまり違和感ないか、ないかも。今日はもう私は特にこだわった髪型はしまへん。え、そうだよ、私が言ったよ。ノリじゃないですか、やかましいっていうのは。え、待って、反射してるここに。あれ、うちらかがす。かがす。あつ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 。かがす。どうやってもできないな。え、頑張るね。ありがとうございます。そう、もう任して。もう私は入った時からもうバラエティに引っ張りだこに絶対なってやるっていう。あの目標を掲げておりますので、本当に頑張るね。ありがとうございます。ともします、ありがとう。そう、本当にね、
バラエティ番組本当に出たくて。だから今はごちゃでね、バラエティの勉強をさせていただいてます。ありがとうね、やけどしないように気をつけるね。アイスありがとう。でもマジでなんかほんまに思うのが、ゴチャを出演するたびになんかメンタルが強くなっていってるというか、なんかたまになんかあーってなる時はあるけど、なんかなんやろ、本当ありがとう。めっちゃなんか勉強になってるなってつくづく思いますね。こんにちは。大喜利は無理ですね。大喜利できんけど、なんかその場を乗り越えれます大喜利はねちょっと無理なんですけど、その場を私はなんとか乗り越えれるっていう。もが来た、ありがとうはい、私は乗り越えれます。その場がシーンってなっても乗り越えれますのがた。うん、こんにちは。滑っても可愛い子 MC が何とかしてくれる。でも私可愛くないから全然滑っても自分で何とか乗り越えますよ。頑張るよ。うん、来てありがとう。でもね、いつかね本当にね、引っ張りだこになれるように頑張ります。ありがとうね、優しい。ごめんね、ごめんなさい。またなんか可愛くないとか言っちゃった。かわいいよね。かわいい。そうだ、もーちゃんはかわいいよそうだそうだ、本当にそうだそうだ。なんでこんな癖毛なんやろ、内巻きにしたいのに。スカモン矯正してもさ、癖毛ってなんなん。え、出たいよ。待って、今耳挟みよった、めっちゃ危な。エピソードトーク、エピソードトーク、そのトーク全然ないねんな。一本が大喜利か、頑張ります。
50m 私12秒ぴったりです。2回とも測ったら12秒ぴったりでした。でもそれが中3の時じゃあ高1かの時の記録やから多分今15秒とかかも。うん、私走るの世界一嫌いやから。こんにちは。本当に私走るの世界で一番嫌い、あのお化けぐらい嫌い。なんか別にさ、ジェ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 よ、ジェ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 よ、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 よ。もうね、本当に私走るのが嫌いなんですね。だからなんかよくね、私あのジムに行ってたんです。実は言うとあの加入前に。じゃあ。もうナスいい、もうナスいいよ、もうナス、もうナスはもう終わり。サッカーやる、野球、うん野球。ほらありがとう。なんかアイスありがとう。何の話だっけ、忘れた。あ、走る話か。私本当に走るのが嫌いで、あのマラソン大会いつもビリでした。いつも怒られてましたね。え、確かに私本当にあのグラビアをねいつかやってみたいなと思ってて、あの本当に今痩せてます。うん、お腹とか痩せてます。あのね、思うのが、私あとお腹と二の腕が痩せたら全然本当にグラビア体型だなって思うんですよ。お腹とね二の腕が痩せたら本当にグラビア体型なんですけど、でも痩せれなくてなかなかねえ、かわいそうだよね。巻いたのに、え、そうですよ、あの学生時代私走るの超嫌いで、もうね、あの私の走り方に関してはもう歩いてるのか走ってるのかもうどっちかわからんみたいな感じ。疲れたーとか言っていつもこんな、なんかね、あのね、私ジムに通ってて、あ、そうジムの、あ、そうこの話や、ジムに通ってて、あのランニングマシンをがあってね、私ランニングマシンとこれのマシンがあるんですよ。なんか手をつけれて走れるみたいな。で私最初はその手のやつはせずにランニングマシンでずっと走ってたんですけど、あのいつも3分ぐらいで、あ、もう無理ってやめてました。ピッ、歩こうって歩いてました。有酸素運動はもうね、本当走るのが嫌いなんですね。何回も言いますけど、もうなんかなんで走らないといけないんだろうってなります。歩くの早かった、歩くのも遅いです。もうね全部ダメ。
マラソン大会はいろんな保護者の方に応援されました。私がビリだから。でも応援されるのも申し訳なくて、もう歩いとか走ってるのか分からへん状態もさ、申し訳なくて応援せんでいいのにと思いながら、すいませんとか言いながらだってな、考えて、だってさ、マラソン大会で子供を、まあ子供を目当てで見に来てるわけやん、保護者の方は。で私さ、もうこうやって走ってるわけやろじゃあさ、私申し訳なくて保護者の前通る前に、あ、すいませんとか言って謝ってたんですよ。え、その立場考えてみて、だってさ、頑張れー頑張れーとか言ってるやん、何にその前通る時、すいませんすいませんすいませんとか言いながら走った。え、なんなんこれってならん、保護者からあれ私応援してるのになんかすいませんとか言って頭ペコペコしてさは？ちゃんとしてますよ、ちゃんとしてるけど本当にしんどくて、ちゃんと、でも私は歩かずに走ったんですよ。でも歩いてるか走ってるかわからないぐらいの速さなんですけど、でもちゃんと走るのは諦めずにちゃんと走ってたんですよ。で撮るたびになんかもう本当申し訳なくて、なんかもう頑張れ、なんかそうだよね、頑張れっていうかける言葉しかないかもしれないですけど、なんか申し訳なさすぎて、もうすいませんしか言えなくて、撮るたびにすいませんすいませんとか言って言ってました。友達と一緒に走ろうねのお誘い、言わせていただきます。一緒に走ろうねっていう友達って絶対最終的に裏切るんですよ。はい、だから私はもうね、一緒に走ろうねっていう約束は低学年の時はしてました、正直言うと。でも絶対にその一緒に走ろうねっていう人たちは裏切るんですよ、結局はね。だから私は高学年になって、もう約束、一緒に走ろうねって言われても走りませんって言ってました。走りません、私は一人で最下位を貫かせていただきますとか言って、もうね、約束してもね、その裏切られるから、もう嫌すぎてマジで。もみちゃん、しかも私最下位ビリで、なんかみんなが安心してるか知らないんですけど、なんか毎回言ってくるんですよ、もみちゃん一緒に走ろう、もみちゃん一緒に走らないみたいな言われるんですけど、最初はえ、いいよ一緒に走ろうとか言って、でも最後になったら置いていかれるんですよ。だから私はそれを勉強して、高学年は走りません、はいとか言った絶対に走りませんって言ってた。じゃあなんかえーみたいな言われたから、早いじゃんいつもって言ってた。え、そうなの。しかもさ、一緒に走ってたら絶対話しかけてくるでしょ、
だから私それで息切れもっとしちゃうんですよ。もっとしんどくなっちゃうから、もうそれなら最初からもう何も話さずに一人でとことんと走って、もう早く終わらせたいっていう人間だったので、もうお誘いされてもいいえとか言ってました。いいえ走りません。でもいなかった、そういう人。なんか一緒に走ろうって言われてさ、一緒に走ってたのにさ、急にさ気がついた横を見たらいないみたいな。私ほぼいたんですけど、学生時代。これさ、小学校の時はこれで、中学校の時もいたからね。中学校の時も一緒に走ろうって言われて走ってたら、まあ、気がついたらいないんだよ。私どんだけ遅いねんと思って。え、私友達マジで少ないですよ、本当に少ない。なんかね、上辺だけで仲良くしてる友達が本当に苦手でうん、そうなんですよ。なんか普通は、いやももちゃんもうそこはもうなんか上辺だけでも仲良くするのがなんか人として当たり前だよと思うかも、思う方がいらっしゃるかもしれないんですけど、なんかもうそれなら上辺だけじゃない、なもう上辺の友達がもう本当に嫌で、なんかね悪口言ってるの知ってるのに仲良くするのが本当に私理解ができなくて、それなら話しかけなかったらいいじゃんってなる性格なんですよ。はい、だからそう、お友達がね本当に少ないけど、でもその少ない中のそのお友達は超大事、私の中では超大事その子たち。だからその分めっちゃ今でも続いてるし、その友達とは。で兵庫帰った時には、あ、一緒に遊んだりしてずっと遊んでるし、そう狭く深くの人間なんです。そうマジで友達少ないんです。よくわかったな。そう応援してくれてる。そう本当の友達がいたらそういいなって私は思ってるから、そうなの。そうたくさんいてもね、そのあれだから。でも私はね、最初 の学生時代はなんか友達が多い子がすっごい羨ましかったけど、なんかね私結構人間観察が好きなんですけど、なんかにその人間観察を私してたら、そのね友達多い子って、まあ、もちろん仲いい子は中にはいるけど、絶対になんか揉めてたんですよいや分からないよ、多分私の学校の子たちがそうだったのかもしれないんですけど、なんかね本当にね揉めてて、ずっとその友達多い子は。そうなんか、ナイナイちゃんは一緒の班になろうって約束したよねみたいな、もうなんか言い合いをしてて、いやでもみたいな、いやでも私はこの子と約束してたしみたいな。あで、しかも人数が多かったらさ、班って4人グループとか5人グループやからさ、もう人数が多ければさ別れちゃうやんか。だからえみたいな、約束してたのに裏切ったみたいな。でそういうのを私はもう、そのなんていう、もう教室の端っこからずっと見てた、こうやって揉めてる、どうなるんやろう、ずっと見てた、こうやって。あれはどうなるんでしょうかって見てて、じゃあなんかね喧嘩して、なんかなんて言うんでしょう、あ、そうメイク終わりました、完成
完成。そうだからね、めっちゃ見てた私は、教室の端っこで友達がそうやって揉めてるのを、あ見てた、どうなるんだろう、あ先生にこれ怒られるパターンだなみたいな。私ね本当にねあれですよ、中学校は本当に友達少なかった。高校はねまだいたな、いるなとは思うけど、中学校の友達が今マジでいないんですよ。その分高校ではあれなんですけど、中学校の友達が本当にいない。こんにちは。かわいそうでしょ。そう本当にねいないんです、私中学校のお友達さんが。なんか来た、ありがとう。手を振った歌のシャツのセリフ、まさか会えると思わなかった。あんこ玉でも開けるか。じゃあ待って、これ開かへんやつやん。やばい、やばい。元気だった？君の相方のピンクちゃんがこの前破裂してえげついことになってたよ。で私ピンク欲しかったのにピンク売り切れだったけど、どういうこと？ありがとう。そう茶色マジで気持ちいい。やばいやばいやばい。やっぱりねこっちなんですよね私。そう性格的色的にはねあんこなんですよ。そうこれと緑しかなくて、メンバーカラーが緑とピンクだから緑にしようかなと思ったけど、なんかこっちが結構残っててちょっとかわいそうになったからこっち買った。ちょっとこっちがね結構ね本当にめっちゃあったから、ちょっとこれはかわいそうだって思ってこっちを買いました。両方買えばよかった。いや私は1個でいい、また破れたらまた買うから。緑はねなんかねめっちゃなんかよもぎまんじゅう、うん、なんていうの、あ、笹まんじゅう、うん、笹まんじゅうみたいな。そう気持ちくて感触がなんかねストレス発散になるんです、気持ちすぎて。なんかねスクイーズってわかるかな、なんかそうなんかね本当にストレス発散になる、なんかもみもみしてたら。ハートありがとう、すごいめっちゃフォローしてくれる、ありがとうね。
だ恋と気づかずに無限プチプチ持ってそう持ってない私持ってるのこの2つしか持ってない。なこれ鼻の上のこのなんかニキビのかさぶたみたいなやつなんなんこれ。なんか初めて見てんけど。もう最悪。もうほんまにこういうの一番萎えるんやな。なんか一番消えへんからこういうの。ありがとう。みんな今日何が何がちゃった後ですかね。何が何が。え違う壁に投げるやつじゃない。もうほんまにもみもみするやつ。もうほんまにこうやって触ってあーいいねーって言うだけのおもちゃです。こんにちは。本当にこれどこやったキャンドゥって言ってるからまた見てみて。みんな説明書はもちもち柔らかあんこ玉保護者の方へ必ずお読みください。誤飲窒息などの危険がありますので絶対に与えないでください。注意安全のため破損変形したボールは使用しないでください。あれ私使用しちゃったこの間ごめんなさい。ボールは人や動物などに向けて遊ばないでください。野外で遊ぶときは安全な場所を選んでください。火気熱源のそばに近づけないでください。強く引っ張ったりねじってらないでしょ。ごめんなさい私この間これしちゃった。強く引っ張ったりねじったりしないでください。破損の原因となります。なりました。本当にごめんなさい。すいませんでした。あそうだそうだごめんなさい。ほらなんともう柔らかなもちもち感触むにゅっともちもちって書いてる。ほらなんかこれもう本当にね触るだけ。捨てたやつ俺この間スーパーのお菓子コーナー探した。違うこれもうおもちゃ。これ食べ物じゃないもん。まもなくしてん。えそうなんや。テレビのリモコンどこにあるんやろ。私の部屋のテレビがなんかもう本当に超でかくてなんかテレビが私の部屋を占領してるみたいな感じなんですよ。存在感がありすぎて。でもね本当にテレビつけてないですね最近になってから。リモコンもどこにあるか分からへんしもう超でかいんですよ私の家のテレビが。もう本当にもう劇場のスクリーンぐらい。劇場のスクリーンは言い過ぎたわ全然違う。めっちゃ大きい。待ってもう次ですか。次出るんだと私配信切りますね。壇上見たい。もう読んでる方がいいか。壇上見ますね。よし13位キャロちゃんさんありがとうございます。12位ビッグさんありがとうございます。11位グリーンティーさんありがとうございます。10位ヒロ兄さんありがとうございます。9位流星さんありがとうございます。かましていこうありがとう。8位一田さんありがとうございます。7位まみまみさんありがとうございます。しないかも。どっちでもいいよ寝てもいいよ。6位八王子さんありがとうございます。5位たべむさんありがとうございます。ちょっといたからおありがとう楽しみにしてる。4位直行さんありがとうございます。2枚申し込んだありがとう。そう3000人ねありがとうございます本当に。3位 M ヤギさんありがとうございます。2位 F ケンさんありがとうございます。1位スキャットさんありがとうございます。今日も可愛かったぐちゃ頑張れ頑張るねありがとうございます。はいというわけで皆さんありがとうございました。はい私は今から
私は今から、そうですね、何をしようか、準備をします。はい、今夜のラジオでお会いしましょう。夜の配信はございませんのでよろしくお願いします。では皆さん、お願いします。お願いしますね。よかったら感想と、ああそうだ、お話か、おしゃべり会の受付もね今してると思うので、ぜひ皆さん会いに来てください。ということで、バイバーイ、行ってきます。バイバイ、行ってくるね。ありがとうございました。短い間なのにたくさん、めっちゃ盛り上がり、素数が多い。ありがとうございます。楽しんでくるね。ありがとう、バイバーイ、行ってきます。